では、こちらで真下打ちというテクニックを紹介します。このように画面の1段目がですね、同じ属性で並んでいるときには、その属性のキャラクターに切り替えて、今黄色ですのでエミですね、雷属性のエミに切り替えて真下に落ちます。この時キャラクターをスワイプしなくても画面のどこでもスワイプして始められますので、ぜひお試しください。このように真ん中から始まるコンボの場合は真下落ちが非常に有効になります。